と健康をお届けするチュラカーギーレディオ。お相手は鍼灸師の川野達也です。よろしくお願いします。この番組は美容鍼灸整体サロンラボーテの鍼灸師川野が美容のこと、健康にまつわる有益な情報などをリスナーさんに発信していく番組です。またメッセージも受け付けております。疑問、質問、美と健康について教えてほしいことなどなどね、お悩みなんかもどしどしメッセージください。メッセージはインスタグラムから那覇美容鍼灸整体と検索していただくとラボーテのアカウントが見つかります。ラボーテのアカウントをフォローしていただいて DM よりメッセージをお待ちしております。はい、ということで3月もいよいよ、終わりに近づいてきましたね。はい、今日はですね3月20日ということで、何の日かと言いますと春分の日ですね。祝日になります。春分の日、あ、すいません、冒頭で言い忘れておりました。今日はね、ラジオの後半に、聞いていただいてるね、いつもチュラカーギーレディオ聞いていただいてる皆様、リスナー様に向けてプレゼント企画を行いますので、最後まで聞いてください。最後にねプレゼント企画を、はい、発表しますので、ぜひ聞いてください。はい、その春分の日ということなんですけれども、ちょうどね太陽は赤道上にあって、地球のどこにいてもね昼と夜の長さが同じになる日だそうです。で、厳密には昼の方が少し長いようなんですけれども、まあ、そんな3月20日春分の日は、お彼岸の中日でもあり、ご先祖様を供養する日でもありますね。で、ようやくねこうやって春が到来した、本格的に到来したなって思えるのがこの春分の日なのかなと思って、いつもね祝日って僕も全然何の日やったかなってよくあるんですけど、こうカレンダー見た時にね、あ、今日春分の日かって気づくので、なんかもう一気に春が近づいたのかなっていう、本格的な春到来を感じる、そんな春分の日であります。はい、で、そんなね心地いい、もう春ってやっぱいいですよね。なんかもう長い冬を越えてね、もうだんだんと暖かくなって、まあ緑も青々もうお花もね咲き乱れるっていうね、そんな春到来なんですけれども、実は体は不調だらけになりやすい時期なので気をつけましょう。はい、前回のね、ラジオでも、ちょっとねご紹介したんですけれども、この春先っていうのは体がすごくね、例えばめまいが起きやすかったりとか、まあ、あとだるさですね。で、気分的にもちょっと沈み込みやすいっていうのがね、せっかくね、外は気持ちよくなってきているのに、実は体の変化が非常に激しい時期でもあります。で、それは高気圧だったり低気圧っていうのがね、頻繁にこう入れ替わる時期でもあって、人間の体の自律神経ですね、自律神経の乱れから来る不調というのがすっごく多いので、まずねやっぱりこの時期しっかりね体調管理、睡眠不足にならないようにとか、しっかりね食べるもの食べて休息もしっかりね取るっていうのを心がけてください。はい、でね、実はそんな、自律神経の乱れをね、乱れに大きくね影響しているのが、やっぱりこの時代ならではの脳が過労する。皆さんご存知でしたか？実は脳も過労ね、ちょっと疲労のもうちょっと重たいバージョン、脳も過労しています。で、これはもうちょっとこれに当てはまる方はね、脳の過労ちょっと進んでるかもしれない、脳が疲れてるよっていうことなので、当てはまる方は注意してください。今から言います。以前より怒りっぽくなっている、
2. 些細なことでイライラしてしまう。3. 頭の中がいつもモヤモヤしている。4. 寝床に入ってもなかなか寝つけない。5. 物覚えが悪くなってきた。はい、もうこれらは実はスマートフォンの使いすぎ、パソコンとかね、スマートフォンの使いすぎによる脳の疲れが原因になるそうです。で特に、脳といってもね、大脳の前頭葉に疲労を起こして、それでね、こういう症状が出やすいと言われております。で1日にスマホからのね、たくさんの情報ありますよね、まあ、SNS 見たりとか、まあ、動画もそうですし、もう今やね、情報が簡単に手に入る本当に便利な時代 なんですけれども、ただやっぱりこうやって体にね、悪影響っていうのもありますから、で1日にね、スマホをたくさん情報、スマホからたくさんの情報を取ると、やっぱりそれのね、情報を処理するのはやっぱ脳なんで、すごく疲れるんですよね。で判断能力の低下だったりとかね、やっぱり先ほど言ったみたいに、ちょっとイライラがちょっとこうしやすくなったりとかっていう変化が起こりますから、やっぱりスマホの時間は、ちょっとね、時間区切ったりとか、特にね、長時間惰性で見てしまうような動画とか SNS っていうのは、やっぱり何かね、こう意図的に調べたりっていうのは全然いいと思うんですけれども、やっぱり惰性で見ちゃうよね、絶対。だらだらとね、何の気なしに動画見たり SNS をずっと長時間見て、気づいたら、あ、こんな時間かっていうことってね、皆さんあると思いますんで、ちょっとそういう時間は区切って少しね、自分でコントロールするようにしましょうね。もう本当にね、いろんなね、脳の疲れもそうですけど、こうやって体調がね、悪くなるのって、やっぱり今現代のこのね、スマホ社会で、やっぱり姿勢も悪くなったりとか、これ目も悪くなりますよねっていうので、やっぱり人間の体にね、すごく悪影響を及ぼすことも確かなので、絶対ね、これは時間を区切ったりとか、もう例えば1時間見たら5分しっかり休憩を取ると、目をつぶってね、ちょっと休憩取るようにしてもらった方が、脳の疲労を、抑制することができます。何も考えずに無になる時間、本当にね、リラックスする時間っていうのもね、大切だと思います。なのでやっぱりそれは意識して、はい、皆さん気をつけましょう。はい、ということで、今のね、スマホの下りではありませんが、またね、たくさんの質問が来ています。はい、ね、ご紹介していきます。36歳女性、目の疲れがひどくて、ね、早速来ました。目の疲れがひどくて、こめかみがいつも痛い、寝ても目がしょぼしょぼする感じが続いています。寝てもなかなか治らないっていうことですね。これちょっとね、同じようなこの目の疲れのね、こういう疑問ご質問ね、あったので、ちょっとまとめてご紹介します。28歳女性、毎日のパソコン作業、タブレットを触っているので目の疲れがやばいです。目の下にクマもできて、顔もくすんでいる気がします。はい、32歳男性、運転、パソコン、運転の繰り返しで目の疲れ、頭痛も慢性的になっています。少しでも楽になりたいです。はい、この時期だからっていうわけではないんでしょ、多分これはお仕事柄ずっとね、多分こういう作業、パソコン作業だったりっていうのをね、運転もされてるっていうことなので、おそらくお仕事の疲労、お仕事の内容のね、疲れが出てるのかと思いますが、このようなお悩みは非常に多いです。目の疲れっていうのも非常に多くてね、おそらくもう無限にいらっしゃるんじゃないでしょうか。でね、当院の疲労回復針、特にこの目のね、眼精疲労だったり、その頭痛に対するアプローチっていうのもしっかりね、私たち見させていただきます。で、本当のね、リラックスした時間っていうのをもう
その施術の時間だけでもね、我々しっかり提供させていただいております。本当にこの時間だけはね、何も考えずにリラックスしていただいて、で普段過度に使っている筋肉、目の周りの筋肉だったりとか、頭、側頭部とかね、あと首、首回り、肩回りっていうのもね、すっきりリフレッシュしていただけますので、これを聞いた疲れが取れず悩んでいる方もね、ぜひラボーテにご相談ください。もう同じようなお悩みね、おそらくたくさんいらっしゃると思うんで、先ほどねスマホの使いすぎとかっていう話もありましたが、本当にね、目の疲れとか頭痛、眼精疲労、頭痛で、やっぱりひどくなるとね、その頭痛も頻繁に起こりやすくなって、鎮痛剤を飲んでも効かなくなってくるっていうのがすごくね、そういう方が多いので、そうならないためにね、まずはやっぱり施術、ラボーテの施術一度受けてみてください。で、ご相談だけでも結構ですからね、まずはこれほっとかない、この症状ほっとかないっていうのが一番大事なんで、はい、ぜひご相談ください。はい、それではここで1曲流します。
それでは、まだまだちょっとね DM がねたくさん、皆さんね、質問だったりお喜びの声っていうのを、送っていただいていますので、ちょっとねそっちを紹介どんどんしていきたいと思います。はい、27歳女性、この時期肌がざらついて赤みも少しあります。美容針を受けてみたいと思うけど、少し怖くて迷っていますという、まあ、疑問というかね、お悩みっていうのをいただきました。はい、これはお悩みねしっかり聞かせていただきますね。で実際にやっぱり症状を見させていただいてどう施術するのか決めていくのでご安心ください。これね多いんですよ、やっぱり美容針ね、皆さん興味はあったり、ねまあ、してる姿を見たことはあるけれども興味もあるし受けてみたいけど少し怖くて迷っていますっていう方 すごくねやっぱ初めての方多いんですけれども、はい、我々いきなり来院されて針をいきなり刺すっていうことはありません。症状を見ながらで一番ねもう初めての方はね一番細い針を使って施術、安心ねご安心いただくためにも一番細い針も使いますし、本当にね針が怖いっていう方に対してはもう手で触りながらね、手技の方でしっかりアプローチして、でまた刺さない針なんかも使って、で首とか肩が主に問題があるようであればお顔はそこまでねアプローチしなくて首肩をしっかり見るっていうやり方もあります。なのでもちろん一度ね実際に見させていただかないとわからないんですけれども、まずはお肌お体、健康チェックだけでもいいのでお問い合わせください。それを見てね我々判断して美容針っていうのもねやっていきますので、はい、少しでも迷っている方、はい、怖い施術ね痛い施術っていうのは我々行いませんのでご安心ください。まずねその今あるお悩みをほっとかないように、はい、放置しないようにね、やっぱりそれは気をつけてほしいのですぐにご相談ください。はい、もう怖くてもね、ちょっと初めて怖いっていう方多いんですけども大丈夫です、ご安心ください。はい、続いてまいります。42歳、女性、ほうれい線が気になります。うっすらあったのですが最近、濃くなったような気がします。どうにかなりますか、ということでご質問いただきました。はい、なります。ほうれい線はほっぺたのね筋肉の、また緊張度合いだったりとか、状態にすごくね影響するので、実際ねこれはもうシワだと思ってたのが実はシワじゃなかったり、ちょっと影ができてね筋肉の状態の影響によって影が生まれてそれがほうれい線のように見えてたりっていうのもありますし、まあ、実際にシワのほうれい線となった状態でもアプローチしっかりできます。ほっぺたとかね口周りのアプローチ、またリフトアップさせることでほうれい線も目立たなくなりますので、これはね小顔矯正、我々小顔矯正また美容針っていうのをねお顔にアプローチしながらこういうねお悩みっていうのをしっかりね解決に、向かいますので、ぜひねこれもほうれい線でお悩みがある方ぜひねご相談ください。でまたほうれい線に対しての、セルフケアご自宅でできるセルフケアっていうのも我々はあなたに合ったセルフケアをしっかりとねご指導させていただきますので、ぜひもう迷ったらまずは DM からでいいですから相談してください。はい、もうね同じようなお悩みたくさんあると思います。で今日もねご紹介させていただいたお肌がざらつくとかほうれい線シワが気になるよとかっていう方にも、はい、非常に効果的なね今日はプレゼント企画ね、そういうお悩みに対しても効果的なプレゼントをご紹介します。FM 那覇をお聞きの
ね、FM 那覇チュラカーギレディオをお聞きの方3名様限定で、我々もよく使いますローラー芯、刺さない美容針、刺さない美容針、実際にぐさっと刺すのではなく、こうまあ、ローラー芯ですね、の転がす針なんですけれども、これはね非常に実は有効なんですよ。すごくねやっぱ効果の高い針です。針だけど刺さない、刺さない、怖くないローラー芯で、むくみの改善だったりとか、また、フェイスラインをシャープに仕上げたりっていう、お顔をね左右差を整えたりっていう、あらゆるねいろんな効果があります。で、使い方がねやっぱりその人の、お顔によって違いますので、それはねしっかりちょっとお顔を見させていただいた上で、実際ねあなたの場合だったらこういう使い方、こういう風にしてくださいっていうのを我々指導させていただいてから、このローラー芯をプレゼントいたします。3名様限定でローラー芯をプレゼントさせていただきます。使い方は人により異なりますので、あなたに合ったセルフケアレクチャーさせていただいて、その後プレゼントさせていただきますので、ご興味ありましたらぜひ、チュラカーギ、合言葉チュラカーギと言っていただいて、 DM より、プレゼント希望、ね、チュラカーギでプレゼント希望ってね、メッセージください。はい、3名様限定でプレゼントさせていただきますので、どんどん DM ください。またね、日頃のお悩み、お体のお悩みね、たくさんあると思いますけれども、まずは一人で悩まない、自分だけで悩まない、必ずね解決する方法っていうのはありますから、まずはご相談ください。 DM から気軽にご相談いただけると私川野が返信いたしますので、ぜひメッセージお待ちしております。はい、ということでそろそろエンディングに近づいてまいりましたね。ちょっとね、DM、いろんなね DM 届くんですけれどもね、本当にね、お悩みでも結構ですし、自分がねこんなことしてお肌が良くなったよとかっていう成功体験とかもね、そういう体験とかも私たち読ませていただいて、ここで発信、ね、みんながねやっぱ綺麗になるように、このラジオを通してね発信していきますので、そういった、ね、お便りとか DM ねっていうのもお待ちしております、ね、お悩みとか、まあ、成功体験だったりとか、これが良かったよっていうようなね情報なんかもどんどん、送ってください。はい、もう皆さんが綺麗になるように私たちも、こうやってねラジオ番組をやっておりますので、はい、忘れないでね、プレゼント企画ね、プレゼント企画3名様限定ローラー芯をプレゼント、はい、必ず、返信いたしますので、これね早いもん勝ちですから、DM お待ちしております。ということで、3月ねもう暖かくなる時期ですけれども、やっぱり体調崩しやすい時期でもあるので、お体には気をつけましょう。また来週も聞いてください。バイバイ。